おはようございます。今日はですね、伊豆切り農園7日になりますね。はい、それで今朝5時半なんですけど、栗を拾いに行きます、ね、今日はたくさん取りますのでよろしくお願いします。これ虫の鳴き声がいいですね。なんだろう、スズムシかな、なんかなんだろう、ウグイスか、これ鳥かな、鳥か虫かわかんないですけど、はい。一応ですね、伊豆切りさん家のお家から、まあ、栗を取るところが2箇所あって、まあ、一つはね、車で行かないとちょっと遠いんですけど、ここからはですね、もう一つ、これでかい方は、まあ、歩いて、2分ぐらいなんで、でね、もうそこです。はい。さあ、着きました。これは電気が走るんでね、はい、今5時40分ですね。すごい綺麗ですよ、お月様が。ほら、こんな感じ、綺麗、ね、こっちはこのように広大です。こっちはね、まあ、このようにね、結構ボドボド落っこってますね。はい、ここはまだバンバン取ります。ここにできた栗ですね。バーンと、バーンと、おお、これす、よし。ね、今日はね、ゆずきりんさんのお母さんとね、お母さんと二人で来ました。やっぱこっちはやっぱりでかいですね。うん、でかいのがいっぱい起こってます。はい、どんどん拾います。それで今日ね、朝早朝5時半過ぎに1回取り来たんですけど、ね、それで今午後12時過ぎですかね、12時ぐらいかな、午後の部取り来ます、ね。結構ね、またね、落っこってるんですよね、ちょこちょこね。はい、では、取っていきたいと思います。こんにちは。ですね、今日はですね、最寄りの郵便局が土曜日ということで、休みなんで、隣町のね、ここ、ちょっと大きい郵便局に来ます。はい、今日土曜日なんでね。今日のご注文分、今日夕方なんですけど、ね、隣町のちょっと大きい郵便局に来ました。持ってきます。こんな感じで、ゆずきりんさん持ってます。ね、今日これ、配送しますんでね、よろしくお願いします。はい、ですね、今ここ、園部郵便局なんですけど、すぐ近くに園部城っていうね、お城があるんで、ちょっと行ってみたいと思いますね。はい、ゆずきりんさん、こんにちは。こんにちは。ちょっとね、近くに園部城っていうね、お城があって、僕もあんま詳しくないんですけどね、ちょっとマイナーな城なんですけど、ちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと行ってみます、ね。はい、これ園部城ね、ちょっとね、お城を見ると僕はね、ワクワクしちゃうんでね。うわ、こういう、ね、こっちは公園ですね。こっちは園部の公園らしいです。ね、何これ、園部大橋。ね、ここがなんか大手門みたいです。なんかほんと京都チックですよ。こんなんかちょっと改修工事をしてるみたいですね。園部城。ちょっとですね、僕、なんか園部城ってのちょっと知らないんで、真由美橋だって。あ、お城の城壁があるですね。プールもありますよ、これ。プールがあるな。プールありますね。これ泳いだんですか、高校の時。泳いだことないですね。ああ、プールとお城がドッキング。これ、水堀じゃないですもんね。この水堀がね、プールになってるっていう、これも初の、ね、大阪城とかさ、こう、ね、すごいな。南丹市文化博物館。ね。はい。まあ、こんな感じですね。これ栗か、これ。栗じゃない、これ。松ですね。あ、松だ、これ。栗だ、栗っぽいけど違う、松か。ずっと一週間栗ばっかり見てたからね、何でもかんでも栗に見えちゃうっていう。
あ、ごめん。あ、これ博物館があるんですね。ようこそものづくりの町、南丹市。これ入っていいのこれ。こう見るとちょっとお金が取られるようなんで、まあ別に入ってもいいんですけど、まあ、ちょっと今日はやめときますね。下は図書館ですね。園部城をね、ちょっと僕ね、調べます、今度。ちょっとここの下は、なんか、あれがあるといいですね、看板みたいな。ね。まあ、多分この辺りだから、なんか、明智光秀関連だとは思うんですけど、うん、明智関連、あ、うん、ね。あれよく縦看板があるんですけど、縦看板がないんだよね。この城壁見ると、まあその、これを見る限りでは、まあ、ね、お城ですよね。城壁。ああ。まあこんな感じで。まあこれチョコのよく、チョコにあるね、こういう。アポロだっけ？チョコであるない、こういう。こういう形のチョコ、チョコレートの。ありますね。なんだっけあれ。まあいいや。ポルテ？あ、ポルテ、ポルテ。これなんかこれ。何やろね。なんだろうこれ。なんか遺跡っぽいですね、なんかね。ちょっと行ってみます、うん、あ、ちょっとこっちも、なんかすごい岩がね。ねなんか、もうこれ見るからにはもう本当に、その戦国時代からありそうなお城ですね。うわ、何これすごいんですけど、これ。なんかこういうのなんか大手門、なんか安土城みたいな。ほら。これなんかそのまんま、まさかだって運べないですもんね、これね。昔から。昔から、多分戦国時代からあると思われる。ああなんかいる。虎がいるよ、虎。あ、違う、あれ虎じゃないか。なんだこれ。あ、石か、石の動物だ。これはなん、これなんか大相撲でよくこういうのある。こんな感じですね。紅葉が綺麗なんです。なんかいる、虎。こう、ね。あ、こっちが本物。園部城址。園部ですね。園部城址。本校御用の方は事務室。すごい。これが園部城ですよ。すごい、お城。大手門ですよ。大手門なのかなこれわかんないけど。で、お城から園部高校。東京府立。府立ですからね。うん。バーベキューを、バーベキューをやっていただけるんで。これが、はい。マブチファームの栗です。栗。はい、どうもありがとうございました。はい。はい。はい、すいません。長期にわたってお世話になりました。はい、とても楽しかったです。ありがとうございます。ああ、美味しいですね。はい、栗ご飯。はい、どうも、お疲れ様でした。はい、ということでね、7日間ですかね、ゆずきりんさんのまぶちファームさんに、お世話になりました。どうもありがとうございます。で、一応今、配送作業。まあ、本日のね、まあ、11時59分まで一応は受け付けてますけども、まあ、今のところもう、配送作業は終わりましたんで、ね。そんで今ね、送迎会をやっていただきまして、バーベキュー大会でね、ビールいっぱい飲みました。ね。またバーベキューをやっていただいた。どうもありがとうございます。はい。それで明日一日は、ちょっと、せっかく京都来たんで、ね。まあ、栗拾いだけで帰っちゃうのはちょっともったいないんでね。まあ、一日、明日、明智光秀のね、やっぱり丹波といえば明智光秀ですから、明智光秀の首塚だったり、まあ、いろんなお城を見たりとかで、して、ほんでね、横浜じゃない、横浜、東京に帰りたいと思います、ね。はい、という流れで、行きたいと思います。で、皆様、丹波梅のお米、丹波栗、ご購入されたお客様、どうも皆さんありがとうございます。ね。はい。しんちゃんさんも皆さんも、
ご購入いただいて、皆様どうもありがとうございます。またこういう企画やりたいですね。はい、はい、ということで終わります。はい、一応まあ一応11時今日ね11時59分ですけど、あそうだ、あのねすごいね、今 M と L がもう全部完売しちゃいましたね。それでもう 2L と 2L と 3L はまだあります、在庫。あとお米はありますんでね。明日の朝のまあ早朝、まあ7時8時ぐらいまでは受け付けます、まだ。うん、その代わりもう M と L 小粒のやつはもう全部売れちゃいましたんで、もうちょっと終わりです、ね、でまだ欲しいって方はね、ちょっと値が高いんですけど 2L ね、丹波米の 2L、 この 2L サイズとこれでかい 3L ね、 3L サイズまだ在庫ありますんで、まあ、最悪まあ本当は今日中がいいんですけど、まあ、まだ明日の朝の、うん。まあ、6時、7時、8時ぐらいまでは、まあ、なんとか、それで出荷しますんで、そんで終わります。で、あと、お米の方もね、ちょっと酔っ払って、ね、お米、ゆずきりんちゃんちのね、丹波米、ね。まだこちらの方も受け付けてます。まあ、まあ本当は教授がいいんですけど、まあ明日の朝のね、6時、7時、8時ぐらい、まあそこまでなんとか受け付けますんで。ね。美味しいと、リピート全然 OK ですし。もうこれが最後となりますんで。はい。以上です。皆様一週間、どうもありがとうございました。また動画もアップして、ライブもやりますんで。はい。今回のプロジェクトは、とりあえず終わりますね。どうもありがとうございました。